朝倉未来さんがアベマの企画で怪我してしまって大晦日に試合出れなそうですごく残念です。悲しすぎます。ねえ、確かに残念だね。あの企画で膝のお皿がなんかずれちゃったんでしょ。うん、残念だね。まあ相手が、まあ、素人さんでしたけど、やっぱり戦うっていうことは、そうだな。全然あの企画をうんぬん言うつもりは俺は全くないけど、やっぱりみくるくんの技術、そうだね。やっぱりプロの人相手に見たいなっていう、そっちの方が、それはアベマは最高の主張をね、記録したりして、素晴らしい企画だったんだろうなと思うけど、まあでも、やっぱり素人の人をやっぱりプロが殴りつけるとかっていうものに関してはね、そらね、見てどうなっちゃうんだろうっていうドキドキは当然あるじゃん。人が人をぶん殴るとかさ、強い人がそうじゃない人と戦うなんてさ、どうやって負けるのかも気になるしとかっていうので見る人は増えるだろうけど、そうだね、まあ、格闘技ならではだけどね。例えば陸上で同じことやったって何も面白くないじゃん。俺らがさ、なんだろう、俺らに勝ちたい人をチャレンジしてきてください、1000万払いますよつって応募してきた人がわーっていっぱいいて、でなんだ、明らかにさ体も仕上がってないね、一般の人で、いや俺なんか地方でマジでか結構負け知らずなんでとか言ったやつで、よーいどんつって走って俺らがわーって勝ったつって、わーすげーってならないじゃんね。だから素人を倒すってそんなようなことだからさ、言ったら100メートル10秒台とかで走る俺たちがさ、100メートル12秒のやつに走り勝ったところでさ、何の面白みもないことじゃん。で同じことなんだよな、内容はね。だけど格闘技っていう、その人が人を殴りつけるとかって衝撃映像だからさ、ああいう結果になるけど、でも俺はみくるくんには本当に、なんだろうな、あれだけの才能を磨いた人だから、人に殴られる、人を殴る、なんだろう、打撃を加えるっていうことに関して、あれだけこうプライベートで慣れを、打撃の恐怖に対する慣れを培って、相手との距離感が分かって、それをコントロールできるようなこう本能が身について、そこに格闘技の地盤と相撲で鍛えた組の強さとか、さらにね豊橋で磨いた格闘技の基礎だったりとか、そこからね東京に出てきていろんなものを身につけてるのあの強さだから、ぜひ本当に桜見くるよりきっと強いだろうと思われる、本当にこれから海外の選手たちだったり日本の選手たちと毎回しびれるようなマッチアップをして、負けてもすごい試合だった、勝ったらすげえまた勝っちまったっていう、そういう興奮を見たいんですよね俺はね。はい、まあ YouTube の視聴者の方とかアベマの視聴者の方はもしかしたらそういうね企画も面白いっつって見たいって思う人も多いと思いますけど、俺は格闘家朝倉未来が格闘技で朝倉未来を上回る積み重ねをしている人たちを、あの本能的なあの喧嘩で磨いた能力で少し上回ったりとか、そこに格闘技の技術も伸ばして上回るこの登っていく姿をこれからも見たいんで、ああいう怪我をせずに本当に大きい舞台に上がって戦ってる姿見せてほしいなって思いますけどね。でもまあ彼のエンターテインメントの幅広いエンターテインメントの中の一つだったと思うんで、あれで朝倉未来に興味を持ってまた朝倉未来の動画を見ようとか、また試合を見よう、格闘技を見ようと思った人も増えたのも間違いないと思うし、変わらずやっぱり素晴らしいパフォーマーでもありファイターでもあり、新しい時代の、PR の仕方を持った、格闘家なので、すごいことしてるなと思いますね。 YouTube とライジンっていう、そういう2つの箱を股にかけてどちらでも成功を収めてるっていうのは素晴らしいなと思いますね。理想的ですね、アスリートとして。